ケイさんが来た。うん。ここはどっちも好き。チロルズ11です。あとで頑張ります。これで他の試合みんなが負けとったら。負けたよ。負けたよ。リーマン紹介した？してない。まだ。途中からでーす。はい。こちらがチロルズなんですか？チロルズ。チロルズじゃなくて、なんだっけあれ？何ですか？コタローサンズです。コタローサンズ、レフトがコタローさん、ライトがキゲさん、レフトバックがリホーさん、ライトバックがカナさん、で、手前が先輩チームです。先輩チーム、レフトが中井さん、ライトがトモヤさん、レフトバックがリミさん、ライトバックがリリコさん。以上以上です。今4対2です。パチ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 、そっちね、仕上げり暇なら、うん、マジさっきの試合やばすぎてめっちゃ危なかったです、マジで。全然最後のタクトが嘘つかんやったら、ね、うん、たマジでやばい、本当にあんな動けんことある。あれや、使いよげんや、使いよげん。そうです。5時ぐらいまで飲めた。4分の3、5時まで飲んでるから、うん、いやマジでやばかった、本当にやばい。俺ら遊んどって肉体に疲労あるけど全然使いよげよりマシやね。いらっしゃい。肉体の疲労が半端ない。いやマジでやばい、マジでやばい。サッカーをサッカーしたのはバカやった。サッカーもしたんですか、ラウンド1で。サッカー、バレー、バッティング、ゲーセンで遊んで、卓球して、トランポリン持って、こんにちは。最後ビリヤードして終わった。5対5でチェンコです。一緒とか。ビリヤード自分好きなんですよね。1回しかしたことないけど。いいね、一緒行こうぜ。楽しいビリヤード。マジでやばい、本当にやばい。ちょっとどうしよう、カリンさん。何が動けないです。私も動けん、もうフェイントダメやん。調子いいとは別に思ってないけど、別に悪くもなさそうな気はしてる。なんか悪く、うん、いや全然良くはないですけど、マジストレート取れすぎて、あのめちゃくちゃイレギュラーな感じ。どうしたら、もうなんか下手すぎてどうしたらいいみたいな。あまちゃんが水やり頑張っとる。頑張ろう、次の試合勝たなきゃ、一戦終わらせなきゃ。予選落ちは嫌だ。何試合目ですか？6だったかな、1試合目負けとってさ。あ、そうですね。強敵多いな。難しかったな。リンリンリンですよね。お上手でした。ショートめっちゃ見て。あれ、ここめっちゃ見て。周平と新助のワンバックです。でも結構いいとこまで行っとったよね、うん、17対12やろ。めちゃくちゃすぎよ。途中まで見せてましたもんね。なんかでも周平が今日なんか寝ててるらしい。暑さにやられて体調悪い。誰が？周平が。すごいきついって言ってた。食切れ意外と普通に立ってるけど、実は辛いみたいな。めっちゃ辛そうだった、今日。じゃあ、こっちおらん方がよくね。うん。彼、真面目だから。それは違いない。あっ、そやば。かっこいい。見るんだよね、これ。見ますよ。そして。私は積んでるの。パスがやばい。ボールはここにあります。いや、いいよ。こっちが落ちる。本田さん少し痩せられました？気のせい？よく言ったんじゃない？白い、とりあえず白い、白い毛は細く見える可能性もある。
ガチッと感が日焼けですかね、やっぱりガチッと感なんか柔らかそう白い剣かな、お肉で柔らかいはず。彼女しましょう、彼女しましょう。こんなの彼女来てるんですか。いるよ。え、ここ、うん、見たい、ちょっと振り向きたい。電池座ったら左だ。暇でしょ絶対。しかも暑い。しかもバスケ部だから誰のことわからないでしょ。でもなんか見るの好きらしいって言ったよ。じゃあ苦じゃないね。まあ確かに彼氏がやってるとこならなんか見れますよね、いくらでも。ああ彼氏がバクバクご飯食べるところに見れるか。うん、今めっちゃうなずいてた。本田さんが決めた時めっちゃうなずいてた彼女さん。本当だ、いつの間にか。そう、彼女を後ろ上で探してるうちに登場されました。太郎さんに代わり、まさきさん登場。うわぁ、すごい。すごい。かっこいい、リホさん。こんな可愛い動きが。絶対に脳で気持ちいい。ねぇ、触ってみて。あと触らせてもらおうかな。触らせてもらおう。やけどまだ勝ち越してるな。すごいリホさんですね。リホさんマジすごい。やばい。こんばんは。かっこいい。あつやが待ちちゃうと。ここも確かに面白そうやな。あつや。あそこりょうやろ。レンタローってめっちゃ手出るよね。おう。なんだ。YouTube に。ちょっとミサに似てますね。ミサが似てるんですよ。ミサが似てる。リリコさんって何個上ですか、自分の。自分がまだ陰性してらっしゃる。あ、そうなんですか。ごめんなさい、間違ってたら。カリン的な生命。次6です。持ってもらっていい。はいよ。汗が目に入ってめちゃくちゃ痛い。もう不足。入ってなかった。やばいな、試合の。今日汗でめっちゃ顔が痒くなる。飲んだからですかね。絶対ないです。11-18で手前の先輩方たちのチームの勝ちました。お疲れ様です。